どういうのがいいかな。異国風なの。へえ、意外。でも似合うかな。はいよ。ティファ。クラウド。よかった、無事だったんだ。どうなってる。事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はいよよ。さあ大丈夫だから。お待たせ。エアリス、その格好は一体。ね、そう思うよね。ひどいよね。もう少しなんとかできたらよかったんだけど。選ばれることが目的じゃないだろう。そうだけど、クラウドも頑張ってくれたのに。頑張ってくれたんだよね。ふさわしいとダンスで証明してもらおうか。私について来られるかね。はーい。
キュンとしたよ。よりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあお待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラッド、女も男もない。物怖じせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。楽しかったな。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない、あの人びっくりしてたもん。クラウド、すごいステージだったね。いいね。やめてくれ。何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。お疲れ様です、兄貴。そのドレスどうすか。その俺も役に立ちたいと思って、アニアンさんから話を聞いて大急ぎで調達してきたんですけど、俺あんま金持ってなくて。この甘い香り何？なんかぼーっとするような。ガスだ。え？一度出るぞ。クラウド。おらら、どうされました。体調が優れませんか。いけませんね。ステージまでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの。足元に気をつけてくださいね。はい、盛況に扱えよ。やってるだろ。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃつまねえぞ。分かってんの。しかし今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか。ティファ。はい、無事か。うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か。うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。
こんにちは。私エアリス、クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ、今すぐ出るぞ。え、ここは危険だ。ダメ、まだ目的を果たしてない。え、あのね、クラウドと別れた後7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたらコルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ。ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。よし、娘ども、ここに整列。ふん、うん、見た顔だな。どっかで会ったか。うん、まあいいか。よし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。おひー、いいの、いいの。どのおなごにしようかな。ほひほひ。お前にしようかな。それともお前かな。努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ。ゲス野郎。あ、おい、今の誰だ。お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわおい、拒む仕草がういの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃ、ほら。お前たち、俺とあっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸へカモン。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。よく見るとかわいいの。寄るな。ほひー、これは進路線、たまらん。これはなんだ。気にしない気にしない、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。あー、もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんないよ。コルネオ様、万歳。
さて、お嬢さんが準備はいいかい？準備？それならいつでも。ティファ、どう？うん、4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。なあ、お前闘技場の、何しやがる。エアリス捨てて。この野郎、待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してある。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。おひー！待った！見過ぎてない野郎だ。たまらん！いただきまーす！おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い。この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、